疲れ様です。お疲れ様です。今日はどういった形でこちらに来てるのか。スカウトですね。今日はあれですね、合同セレクションなんですよね。うん、そう、おこしやす京都さんが主催されている合同セレクションで、まあ、100人以上の選手が集まって、そこでゲームやると。で、僕らはそれを見て、選手たちに声かけて、あの手話簿の強化につながるんじゃないかということで来ました。合同ってことは、なんかいろんなチームが来るってことなんですか？あ、そうそうそう。視察クラブがいっぱいあって、その中の一つが手話簿だから、そうで基本的に、まあ、JFL 以下のクラブが視察に来るって感じだから、別に手話簿に入りたい人が来てるわけじゃないんですね。俺らがいいと思った選手が手話簿入りたくないって可能性は、まあ、ガンガンあるね。そうですよ、うん、で大体みんないいって思う選手、関東リーグのチームを持ってっちゃう可能性ありますよね。あるあるある。だっていい選手って大体みんな誰見てもいいんだもんそうだから今日ピクニックになっちゃう可能性あるなんだったら JFL 狙っててどこもあの来なくて俺らが声かけたら、いや倒産部かいみたいなのも、そういうカテゴリーだけで見る人間だったらあるかもしれない、うん、今日スカウトな感じですもんね。そうスカウトです。でも指示しちゃうかもなペナーバッつってじゃあ気をつけるわどういった選手が欲しいとか言ったらいいなみたいなことあった。いやー漠然と言っちゃうけど得点力のあるフォワードかな。めちゃくちゃありますよね。欲しい。そうフォワードが欲しい。でもまあフォワードに限らずいい選手言ったら、そうフォワード以外のポジションは明らかにみたいな、もう図抜けてるハクビみたいな選手がいたら取るけど、取るというかお声掛けさせていただくけど、特に僕らが今日求めてきたのは完結力って言葉してるんだけども、フィニッシュのシーンを完結させられる、シュートまで持っていける力のあるフォワードの選手ですね。まあじゃあ今日はちょっといい選手がいるかどうかちょっと見ていきますか。そうですね、朝から茨城まで来てるんで本気で見たいと思います。今日レオさん一人で来ますよね。そうなんですよ。しっかりねこのねシュアボという組織のね弱さを表してると思ってます頑張りましょう。はい、精一杯頑張っていきますんでよろしくお願いします。りゅうちゃん、りゅうちゃん、なんだかんだね、ごめんなさい、近い順位やつを思うと今ちょうどね受付も終わって、うん、メンバー表もらったと。はい、どうですかね、気になる選手とか。気になる選手、なんか 50m 走のタイムとかも書いてくれてるんだよこれ、ね、そうなんですよね。これ1本目か2本目かだんだんレベルアップしていくっていうか、そういった形の形式のセレクションなんですかねこれ。そうでシーズンの得点記録みたいなの出てるけどさ。ああ、そうですね、俺らフォワード欲しいじゃん、うん、1試合目が数字的にこの3試合2得点っていうのが出てない中ではすごい数字だけど、この3試合になったのは何か理由があるのかなと。そうそうそう、怪我なのか、ああそうそう、うん、15試合5得点で今所属なしなんだ、二十歳で。あとはここで言うとこれがさ、やっぱ2試合目からエスペランサとかさ、うん、関東リーグの選手がいるねとか、とジャパンサッカーカレッジ、うん、1人25分だからな、ボールが回ってくるかどうかで見れなかったりもするんだろうね。11人制のゲームだとねボール触れないとか全然あったりするんだよね、うん、本当に。あとはこれ3試合目が経歴いいんだよ、江戸オールに12月までいました、うん、拓殖大学です、うん、ショーク知ってるかもしれない。で品川 CC もそうだし、でやっぱり3試合目は結構ね平均の足の速さがあるんだよ、まあ、だからあれですよね、ゲームなんでやっぱりどっかに偏りができちゃうと、うん、そうかそうか、レベルに合わせてんのか。だんだん基準上げていくのもいいと思うし、これでいいですね。でも確かにじゃあいい選手がいることちょっと期待ですね、ここから。そうだね。ゲームだったら変わる、うん、ミドルのナバの子うまくない。山本くん言おうとしちゃったね。言おうとしたね。パス出したら何番の子が分かる？あ、7番の子っぽいけどな。
あの子がシュートつくと多いですね。裏抜けが多いんだけど、ただ助走は別に取れてないんだよな。マッチアップの相手がついてきてないだけなんだ。裏蹴りが手っぽいですよね。うん。緑 の、 そのディフェンスラインの選手の裏ケアと体力的な部分でちょっとピンクの方のレベルが分かれないですね。そうだね。この中だからあれなだけでみんな微妙かもしれないな。シュアホンの中入ったらちょっと未知数ですよね。うん、分かんないな。分かんないですよね、ちょっとね。練習参加してもらって。まああっちもな。うん、ね、あっちも入りたいっていうのはちょっと余計分かんない感じですよね。その。ウィングの質高いですね、カッピングビッグ。そうだから、あれが、だから俺のケンタとマッキーと比べながら見てんだよね。マッキー、ケンタも仕掛けられますからね。そう。ゲーム始まって、10分ちょいぐらい経ちましたけど、うん、分かんないですよね。うん、でも10分で結構みんな疲れてるから、うん、こっから本当の力見えてくるからいいかなと思ってる。15分ある。うん。あ、でもやっぱりピンク10番がいいな。ボールの移動中に反対見れるんだよね。俺ピンクは10、緑は8と7かなって感じで見てるけどね。うわーマジか。俺別にサポーターでもないのに別に、ね、手に入ったっていいのね。サッカーが好きって。サッカーが好きなのが出ちゃった。いいプレーを見たいって。ちょっとみんなあれだね、時間経ってきてなんかふわっとポジションチェンジしてね、いろんなところで見せたくなってるくる感じがするね。うん。セクションにちょっと醍醐味ですね。うん。あ、来た。今のでさ、まあパスはずれちゃったんだけどさ、あそこで簡単に奪われないでさ、あの玉際に持ち込んだのいいなと思って7番が、うん、普通なら失うとこだ、うん、あとこのボンミスしないんだよね、こういうパス。シンプルなところにちゃんとつないでるんだよね。気になった選手で、ピンクの10番と緑の7番。どういったところ気になるんですか？ピンクの10番はボール受けるときに首振りが多いのと、うん、あとあの自分が受けれないときに誰に当てて自分が受けれるかっていうビジョンも持ってた、うん、であと実際にレイオフとかワンタッチの落としとかがうまかったから、まあ、このピンクの中では抜けてると思うな。本当ですか？うん、ほらだって今もう10番が中心になった話でしょ、ピンクは。 あとは緑の7番。7番は、まあ、まず基本技術が高くてボンミスが少ない、
っていうのと、あのプレー切れた時に守備の声かけ、切らすなとか切り替えとか、そういうボランチに必要な、中央の選手に必要なコーチングがあったから、素養があるなっていう感じかな、うんうん、この2人は話したいなと思ったね。あ、いいね。セレクションの話しますか。そうだから俺もう簡単に Hey でいいのよ。 Hey を言ってないじゃん。だって Hey って言ったらこっちも見るからさ。あとやっぱあれだな、裏抜けはみんな走り出し早いな。助走をつけてない上に味方が見てないのに走っちゃってるから、だからうちでもこれさ教えて 2,3 ヶ月経ってやっとでき始めるかって感じじゃん。こうなっちゃうんだよな。うん、やっぱうまいな。このあ、いいね、トラップ直後狙えてるっていう。瞬間的な技ってこのレベルだって、うん、寄せが噛み合う時と噛み合う時、そうそうそう、まあ、あとはフィジカルとやっぱ気持ちの部分とかがやっぱりね、うん、おおい、まあ、セットプレーの展開ちょっとごちゃごちゃしてるね、うんうん、でもあの子はね、まあ、これ全然使ってもいいんだけど、あのミーティングでも全然喋んないし、そう遠くでポツンといるし、さっきピッチ戻る時も9人プラスの子遠くから歩いていったから、でもその時点で俺の中でどんないいプレーしてもなしな、あの10人抜いて決めたら別だよ。でもそれでも結構やかな、人間性見てるから。だからさっきもあのミーティングの時に喋ってるかどうか近く行って見に行ったんだよ。セレクションでもね、ちゃんとしっかりゲームの中でチームの中でちゃんと勝とうとするしようとする気持ちがあるかどうか。そうそうそう。でもこんだけさ、セレクション行く側のさ、おじさんたちがさ人間性見てるとかさ、組織としてみたいな話こんなに蔓延してるのにさ、まだそれやってるってことはさ、それに俺小猿来てる感覚と一緒だと思うんだよね、うん、そうだから、それはまあシュアボーに入っても無理だし、あっちも願い下げだろうから、うん、そうだから、まあお互い傷つけ合わない方がいいんだよ。そうですね、お、上げ切った。もういいね。どうした仕事す。どうした。一本目。あ、頑張りました。試合見て。フレッシュだね。うん。どうしてねここまで来たのか、そういうのも気になってきますよね。うん、交通手段の話。ああ、こっちどうやってきたかって、どうしてここのセクションを受けようと思ったかとか、ああ声をかけていくっていう、うん、よだれだらだら垂らしながら、そうですね、いろいろとプレー見させてもらって、はい、あのボランチですごい光るプレーが多かったので、はいはいはい、ちょっとどうしてこのセクションを受けたとか、今後どういったプレーになってみたいかっていうのを聞かせてもらえたらなと。
はい、一応チームではあんま試合出れてなくて、はい、なんでこういうところでチャンスですかね、うん、今横浜とかなんですか、はい、そうです、人数多いですか、そうです、出れてないんでこういうところでチャンスしようかなという気持ちで、はい、カテゴリー的にはどういったカテゴリーのクラブに入れたかな、関東リーグレベルとか、そうですね、でもまあ時とばいというか、状況というかいろんなあれも考えて選びたいなと思います、はい、今日プレー見てて、はい、ミスが本当少なくて、はい、しっかりボールつなげてるところと、はい、あと守備に切り替わった瞬間とかチーム緩みそうな時に声出てるところがいいなと思ってて、そういうのって意識してやってますか、そうですね、普段のポジションボランチですか、そうです、あと気になるところで言うと、ミーティングの時とか結構それも見てて、あ、いい選手だなと思って、でその時に話し合いの時あんまりその試合中のプレーだと結構喋るけど、ミーティングの時に話してたのはなんかこう様子見てたのか、なんかああいう時ってどういうこと考えてたのかな、いや、あんま考えてないですけど、プレー外で話すのかなと思って、うん、試合中に修正し合うことは一番いいかなと思います、なんかよかったら、なんかうちの練習は結構埼玉所沢とか東京の品川とかが多いんですけど、もしよかったら練習参加してほしいなと思って、検討します、検討します、はい、こんにちは、こんにちは、小西陸です、ボランチです、お願いします、はい、そうですね、一応知ってたんで元々、うん、話し合ったんでちょっと検討しようかなと思ってます、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、今回セレクションを受けようと思った経緯とか、はい、今後どういったプレーなんですか、ちょっと受けたくて、はい、もともと自分は海外挑戦をしたくて、はいはい、ずっと今在籍している学校にいたんですけど、はい、ちょっとグロインっていう怪我で回復のめどが最初ないっていうところで海外挑戦断念して、でその中で就職活動してたんですけど徐々にちょっと良くなってて、また目指せるところまで目指したいなっていうところで、うん、関東はレベル高いっていうところでいろんなチームが見に来てくださるっていうことでちょっと やりたいなっていうところで、はい、やらせていただきました、今日は最初左ウィングでやってました、はいはい、でその後右サイドバックになったのって何かあるんですか、基本的に高さが求められるセンターバック以外はどこでも経験したことがあるっていうところで、はい、先場でコンバート1試合目されてた方がもともとウィンガーっていうところで、はいはい、そっちの方がなんかチームとしてうまくいくかなっていうところで、うん、ちょっと自分がじゃあサイドバック入ってサイドバックやってた選手が内側1個取って、はいはい、でそのウィンガーの選手の方をウィン、うん、サイドハックにどうにか押し出そうっていうところで、あー、じゃあチームのことを考えて、はい、そこサイドバックに、いや素晴らしい精神僕ら今、はい、東京都3部に、はい、去年4部から昇格して3部上がって、はい、ここからもっと上目指そうっていうチームなんですけど、はい、練習参加とかよかったら一度来ていただいて、はい、まあ、もしそこから先、はい、一緒に戦えたらなと思って声かけさせていただいたんで、はい、よろしくお願いします、お願いします、こんにちは、こんにちは、常藤龍馬です、ポジションは今正規でやってるのは右ハーフとか右サイドがメインです、そうですね、はい、やっぱり東京なので関東圏内に就職するっていうところで、はい、アクセスも大丈夫なので前向きに検討させていただこうかなって思ってます、ぜひよろしくお願いいたします、はい、お願いします、プレー見させてもらって結構フォワードでやれたと思うんですけど、光る部分結構多かった、いや素晴らしかったと思いますね、まあ、僕から見たらやっぱ首振りが他の選手より全然多くて、自分が受ける時のアイデアだけじゃなくて他の人に受けさせて自分が受けようってところと、あと守備の時にもちょっと自分が下がり目でスペース埋めた方がいいなという判断を自分でしてくれてたんで、はい、ボール以外のところも良かったんで声かけて、ちょっと今後のキャリアとかはどういう感じなのかなっていうのを聞きたかったんです、なんかそのセレクションを受けようと思った理由とか、はい、僕プロになりたくて、はい、でももう一回諦めてたんです、はい、けどもう一回ちゃんと向き合ってプロ目指したいなと思って来ました、そう、結構そのプロで、やりたいっていうのはその都内のチームとか、何部以上とかそういうのってあるんですか、関東レベル以上とかは確かにあれですけど、うん、でも本当に自分って実績がなくて、だからプロにいきなり行こうと思っても絶対無理っていうのは分かってるんで、だから関東とか、あと自分が好きなスタイルがボール大切にしたいっていう思いがあるんで、そういうのをやりたいな、うん、そっから、まあ、だから一発目でドーンってはちょっといけないかなと思ってるんで、しっかり一個ずつステップアップできれば別にカテゴリーとかがってことですね、そうです、僕らがちょうど都内だったり埼玉の所沢とかが練習場で多いんで、
都内からまあ1時間ぐらいで行ける距離って感じなんですよ。なんでお住まい遠くなかったらぜひ練習参加して。あ、いいです。はい、ありがとうございます。ぜひお願いしたいなと思ってお声掛けしました。僕も YouTube 映るからなんだいや、そういうキャラクター欲しかったんでぜひお願いします。100周年100周年こんにちは。あ、こんにちは。山本貴弘と言います。ポジションはボランチでやってます。ショートパスを主にやるような選手かなというふうには自分で思ってますけど、シュワポさんにちょっとお声掛けいただきまして、一度練習参加をさせていただいてから、ちょっと自分が好きなボールをこうしっかり大切にする、そういうサッカーが自分とマッチするかなっていうのを見てから入団を決めたいかなというふうに思っております。以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。どうでした1本目？2本目3本目見てみないと、1本目のレベル感でいいなと思った子が、あ、やっぱ2本目3本目だとちょっと違うんだなとかもあるかもしれないから、逆に山本くんが2本目も出る人なのはちょっと測れていいかもね。よかったですね。うん、しっかり見ていきましょう。うん、シュアボ東京では現在スポンサーの方を募集しております。ぜひとも概要欄の方からご応募のほど何卒よろしくお願いします。ちょっと2本目、いや、なんか体つきが違うんだよ。変わりましたね。うん、なんかこうアスリート体型の人が多くなって、太もも太い人多くなったから、楽しみですね。うん、めちゃくちゃ声出てるな。早いもんな、2試合目。急に変わったから。うん、いや、声の出方が違うもん。うん、うん、めちゃくちゃ上がった。うまい、全然違う。いいっすね、2本目。いいから誰がいいとか言えないもんね。ちょっと疲れてこないとわからんな。うまっ。 あれ筑波だいいな筑波。うん、でそう考えると俺の見る目って間違ってないってことでしょ。今のいいなっつったらさ、本当にいい人なんでしょ。だっておばたろうの友達です。逆に言うと把握してくださいよっていうツッコミは分かんだけど、そのぐらい俺フラットに見てるから。確かに、うん、めちゃくちゃフラットに見ていい選手をいいって言ったらスタッフなだけだ。大事ですよね。でもみんなレベルが上がったし、ね、その スイッチアンカー的な感じで、うん、普通のアンカーで下から上がってないだろ。アンカー落ちだよ普通。いやでも今賢いよね、2だから3にしてって考えたけど、あんなさ2だからさ3にして運ぼうとしてる人がさ、バルサ100周年ってやるんだよ。不思議なもんだよね。私が考えられたボケなんだよあれ。YouTube だからこういうのやった方がっていうさ、ザキヤマさんなんだあれ。山本くん。
これ4番の子声出てたらいいなって感じなんだよ。さっきもいいパス出したからな。ナイス。おーすげえな。そう、今の一連良かったよ。あそこで誰かよろしくになんないのがいい、うん、ですね。ちゃんと自分がね奪いに行くっていう。あとボール欲しい時もっと呼んでほしいけど、まあそれはいないよな。不思議だよね、上手いやつよりボール欲しい時呼ぶやつの方が少ないんです、うん。さすが、そっち見てたから今山。もらう前に見てたから山は。2試合目、赤の24かな、通線場。あと紫はちょっと見えてなかった、こっち側サイドちょっと見たいかなみたいな感じだね。あとフォワードがボール受けられなすぎてどのぐらいできるか分かんないんだよな。やっぱ2番いいわ。気になる。これで何番ですか？24かな。紫います？紫は76。うわ、7番いいキックしたな、今。マサっぽかったな。赤247。紫67。赤の7も紫の67もタイプ的には似てますか？似てる似てる。どういったタイプの選手ですか？ボール受けて顔を上げて散らせるって感じだね。プレス体勢高くて、であと守備ある程度頑張れるっていう。
やっぱ浮き球のトラップうまいな。さっきもそうだったけど。うん、うまかったね。あのさっきも間に立ってさ、あの感じやったよ。いや、フィジカル的に優秀な選手が多くて、あとキックが良かったね、1本目よりね。質が上がった感じしますよね、うん、よし、聞きに行こう。はじめまして、泣く井レオと申しまして、YouTube でレオダフットボールって名前で解説とかさせていただいてます。今日はシュアボ東京というチームの、代表と監督としてスカウティングで試合見させていただいてて、梨山さんのプレーめちゃくちゃ良くて、ボール受けた時に狭いスペースでも全然焦ってなくて、でそれで散らしながら前狙えるときはどんどん狙ってみたいな形でやってたんで、素晴らしい選手だったんで声かけさせてます。今までどういったサッカーというか経歴で言うとどういったチームでやったりしたんですか？高校は長野県の自然支援高校ですで、大学は神奈川県の松蔭大学っていう、小さい大学なんですけど、サッカーやらせてもらいました。レベル高いところで自分ができるのか、あとはどれだけのチームから声かけてもらえるのかなっていうのも見ながらっていう感じでやらせていただきました。どういったクラブを今探されてるとかっていう、自分が上手くなれる環境というか、レベルが高いところっていうのは多分いろんなチーム今あると思うんで、自分がサッカー的なのとかいろんなところでなんか社会人でもらって、うまく羽ばたけたなって。今サッカー楽しいんで、そこが一番なんで、そんな感じですね。もしよかったら練習参加していただいて、うちの雰囲気だったりとか、その実際長嶋君がプレーしてみて、あ、ここなら成長できるなって思ったらぜひ来てほしいと思ってるんで、よろしくお願いします。こんにちは、お名前とポジションをお願いいたします。長嶋美咲です。ポジションはディフェンス全般とボランチです。先ほどお話しいただいた通り、練習参加などをしてみて自分の中の感触が良ければ、本当に YouTube でも見てたのでいいチームだなと思ってたので、そういうところに参加できたらなっていうのは心の中で思っています。ぜひよろしくお願いいたします。今日シュアボ東京の監督と代表として今日試合見させていただいてました。試合見ててボール受けた時の落ち着きと、あと顔を上げて長いボール蹴る時にどんどん狙って、すごいいい質のボールを受け手に優しくてしっかり伸びるボール蹴られてたんで、素晴らしいなと思ってました。人と違うそのキックは武器だから、そこのところは見てもらいたいなと思います。もっとどやっていいぐらい素晴らしいプレッシャーで、そんなになんかね、こう控えめな感じなんだと思って意外にびっくりしました。いつも見てます。あ、本当ですか？ありがとうございます。普段でどういったクラブでやられてますか？は関東2部のエスペランサというところでやらせてもらって、そこでレベル上げさせてもらったんで、ちょっと自分がどんくらいの位置にいるのか、こういう機会を得て見に来た。今じゃあ探してるクラブというか、そうですね、今チーム探してて、いろいろ関東リーグとかもうちょっと上のクラブってことなんですか？レベル感でいうと、プロ契約、プロ契約やっぱ探してます。僕らもカテゴリーは当3部なんですけど、スポンサーとかつけて、それこそチームのスタメンで出続けるような選手にはプロタイグっていうのを用意してやろうと思ってるんで、
もしよろしかったらあの練習参加していただいて思っている環境だったらあのシュアブを選んでいただけたなと思います。こんにちは。こんにちは。奈良本優一です。ボランチかインサイドハーフやってます。いいチームだなと思ってて自分も知ってて、うん、よく見させてもらってて、まあ、すごい強くなってきてるなっていう印象があってプロ契約とかもあったら考えたいって感じです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、あのセンターバックやられてて選択肢的に前を潰しに行くのか裏ケアするかのところで出されそうな時に先に前潰して裏走ってきたかみたいなその冷静な判断がすごい良かったなと思ってでそれでフィジカル的にもあのついてきてないところなんて全くなかったですし赤の方のチームもあの両センバー引っ張ってたって感じだったんで素晴らしいと思います。今までどういったクラブでプレーされたんですか。今はあの横浜できるっていう宮崎社会人の方が知っていて高校はもう玉台巡りっていう東京の方にあるんですけど、うん、そうですね、はい、で大学サッカーやったんですけど、まあ、レベル的にちょっと低いなっていうのを感じたので、まあ、今いる横浜武尊さんの方にちょっとお世話になりましてっていう感じです。今回そのセレクションを受けようと思った経緯というのは。そうですね、自分自身あの試合にやっているチャンスが、まあ、なかなかなくて、いい話があると思っているので、はい、どういったクラブを入りたいなというか、探しているんですか。そうですね、やっぱり、まあ、カテゴリーももちろん大事だと思うんですけど、はい、まあ、自分が一番必要とされているクラブに行きたいなというのがずっと思っています。ぜひあのシュアボラ、YouTube で結構見られているクラブなんですけど、はい、YouTube で人に見られるサッカーっていうのが、はい、他のクラブでも、はい、あるかなと思って、はい、さらにステップアップしてもらいたいなという思いがあります。どうしてもあのクラブのカラーだったりとか、はい、あの実際に試合というかあの練習参加してみてあの合うかどうかもあると思うのでもしよかったら、はい、あの練習参加していただけないかなと思いまして、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。山下和樹です。センターバックをとサイドバックをやってます。そうですね、今終わったばかりなのですぐにっていうふうにはちょっと考えられないんですけどすごくいいお話だと思うので、まあ、しっかり持ち帰らせていただいて検討させていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さんのプレーを見ていて、はい、フィジカル的にすごいたくましいのはもちろんなんですけどラインコントロールの声かけとかしっかりしながらあのボールを低いボールも高いボールも配球してで最後持ち上がりなんかも見せてなんかすごいあの頼もしいあのセンターバックの選手だなと思っててなんであの声かけさせていただきました。今ってどういったクラブでプレーされてるんですか。関東2部の横浜武尊チームで、はいはい、所属はしているんですけれども、はい、出場機会が得られなくて、うん、で神奈川一部の、ま、降格してしまったんですけど、はい、神奈川クラブっていうチームで1年間試合に出させてもらって、はい、そこで経験をさせていただいてました。今回そのセレクションを受けた理由としてはどういった理由なんですか。もっと上を目指したい選手として、うん、やっぱりサッカー選手になるのが夢だったので、うん、ここでちょっと諦められないなってで高いレベルでスタメンで出たいなという気持ちで参加させていただきました。探しているクラブの、まあ、カテゴリーでいうと関東リーグ以上という感じなんですかね。そうですね、ただ補足したてでめっちゃ強いチームとかもあるので、はい、そういうところがあれば未来があるので、はい、プレー見ててめちゃくちゃうちに欲しいタイプのディフェンスラインの選手でやっぱり声出しながら統率してしっかりボールさばくときの自信を持ってるっていうところがすごいいい選手だと思ったんでもしよかったらうちの練習参加からぜひ来ていただければなと思ったんです。僕らとしてもステップアップするのはぜひサポートしたいですし、はい、まあ、それまでどの環境がいいで選んでもらって後悔させない自信あるんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。佐藤雄生でセンターバックです。やっぱり YouTube をたまにちょっと拝見させていただくんですけど、はい、自分は守備の面ですごいいいなって思ってて、うんうん、はめ方が僕の好きなはめ方で、はい、結構強くいける僕前に強くいきたいんですけど、はい、そういうところで、まあ、フィットすると思うのでそこに関しまし、まあ、関しては結構自分は前向きに検討できるなって思います。ぜひよろしくお願いいたします。あ、お願いします。どうでしたレオさん。いや、めっちゃ良かったね。2本目見て、はい、2本目強度が1本目よりも高くて、うん、あとは
ちょっとスパーズっぽいというか、はいはいはい、こう強引な技術で運んでいくみたいな、だあのスカウティングとしてはそれが見たいじゃん、はい、配置整ってない状態でもできるならうち来てそういうサッカー適用した場合最高だから、うん、なんでそういう見たい現象の中であのレベル達する選手が、まあ、声かけてた選手たちで、まあ、あとは練習参加してくれたら、はい、当然あの僕らが見つけるぐらいですから引く手あまたの選手なんで、そうですね、その選手たちがシュワーブを選んできてくれたら、まあ、後悔しないようなクラブだっていうのを、まあ、示していきたいなと思いますね。これ今のところ声かけたとか気になった選手が、うん、そのボランチとかディフェンスラインの選手で、うん、なんか最初の求めてる選手だとフォワードってポジション多かったですけど、うん、なかなかいやしょうがないそれはまあそれはね、でも逆に言うとその求めてるポジションは、うん、これもはっきりフォワードなんですよ、うん、そう点取れる人チャンス作れる方違うのかな、ね、フォワードは違うかすいませんそれ違うぞってなって、そうあの求めてるポジションは点取れるチャンス作れるフォワードなんだけど、あのその選手がいなくても他の選手であこの選手ぜひうち来てほしいなっていう選手が見つかったってことは、うん、やっぱセレクション自体がいいクオリティのものだったってことなんで、はい、うん、なんかいい機会与えていただいたって感じです。3本目の方が結構やっぱり体も大きい選手、いい選手いっぱいいそうなんで、そうあと楽しみです ね経歴とか見てもやっぱり3本目、はい、徐々にこうあのレベル感上げるような組み合わせしてるのかなっていう予想は立つんで、はい、まあ、見てみないと分かんないですけど楽しみにしてます。じゃあ3本目ちょっと見ていきましょう、うん、ありがとうございました声かけたい選手がしっかり最後までいてよかった。面構えが違うもんね、すげーできそう。来てくれた選手が、まあ、後悔しないようなクラブであり続けようと思います。改めましてレオザフットボールです。ザ・シュワボロード 2J いつもご覧いただき誠にありがとうございます。シュワボ東京2024年シーズンをですね共に戦う、選手を募集するセレクションの開催が決定いたしました。日時はですね2024年1月14日、17時半からつくば T フィールドで開催させていただきます。ぜひともシュワボ東京で共に、本気で戦い成長したいというそういったですね本気の選手を、募集しておりますので概要欄の方からお申し込みください。何卒よろしくお願いいたします。